昨日はちょっと時間空いてたので金物屋さんの片付けに行ってきたんですけど、これは在庫品ですね。旧式の雨どい金具とかビスとか釘とか、クラス的には H2 で通ると思うんだけど、どうなんでしょうか。あ、で、危な。で、今日は逆に雨で仕事が休みになっちゃったんで、これ会社に下ろすの容易でないからもう絡まっちゃって、このままスクラップ屋さんに捨てに行ってみます。時間があるので、ここが会社の鉄スクラップのストック場なんですけど、満杯になったらスクラップ屋さんがヒヤブシャで回収に来てくれるんですけど、ちょっとこの細かな鉄くずもう、いやー質が低いな、この辺積んで持ってっちゃうか。 H2 で通りそうなやつ、よいしょ。こんなもんだな。これで行ってみるか。細かな鉄くずは H2 っていう品目で通って税抜き 42.5 円ってところですかね。40円の大台超えました。鉄くずもだいぶウハウハな状態になってきてるんじゃないですかね。であればの話なんですけど、なかなかないですね、鉄くずは。